はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こっちから生配信って初めてかな。そうですよ、ここで、ね、生配信できはするんですけど、うん、ここは普段は使わないんで、ね、録音用だからね。今回どころかこの曲としても初めてだったんですよ。うん、なんかいつも録音でしかね使わないからね。ああ、そうなんですか。生配信ってなかなか新鮮な、はい、だから CM の音聞こえないとか、あ、普段と勝手が少し違う。ああ、なるほどなるほど。まああれ見ながらだね。はい、 OK です。よしよし、いやー、はい、では1分切りましょうね。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。うん、よろしくお願いします。はい、もう今日も念切りなノープランでいきましょう。いつも通りの念切りな計画を立てたノープランで。まあ本当にナンクルナンクルトークだよね。ナンクルトーク。今日どんな話しよう、終わりみたいな。はい、では20秒前。はい。オープニングの曲からいきますね。はい。はい、サイクス用中がナビラー、キヨのナンクル旅トーク、今週もお送りしていきます。今週からですね、ちょっと生放送復活ということで、今日はですね、ビースタなのかな、ちょっとちっちゃいスタジオからお送りしていきます。隣にいますね。今日はですね、もうほぼレギュラーと言ってもいいほどのナスですね。今日ゲストで来てます。また、先週のスペインに続いて、先月かな、ちょっと、旅してきたっていうんで、今日はナスの話を聞いていきたいと思いますので、また30分間、今週もお付き合いください。なるほど、あれで切り替えなんだね。そうです。CM はこれでいかないといけない。あ、そっか、そう。なかなか 初体験だ。僕もドキドキですね。機材の使い方ね、全然、レッパーあったら、うん。あっち見ながらだね、なんかね。まあまあまあ、見ながら、こっちでもいいしね。うん、まあまあ、雰囲気伝わればいいか。別に見なくてもね。そっか、確かに、今日は CM が聞こえないから、あれだね。うん、あ、そっか。そうそう。次ぐらいか。はい。じゃあカウントしますね。はい。10秒前。はい。5秒前。3、2。はい。今日のナンクル旅トーク、今週もお送りしています。今日、先ほども言ったんですけど、今日のゲスト、もうほぼレギュラーですね。ナスです。はい。どうも、よろしくお願いします。はい、先週までですね、2週間、ちょっと年末の方で、録音してた、スペインのね、旅。はい。車泊のツアーというか、車泊で行ってたんだよね。うん。車中泊しながら。車中泊しながら。まあ、4日ぶりにシャワー浴びたりとか。ね、なかなか、ハードな、新しい旅のスタイルかな。でも今ってヨーロッパって、まあアメリカもそうなんですけど、結構宿泊料金高いんですよね。まあ、円安っていう影響もあって。それだったら、まあ、ちょっと大きめの車でもいいし、それ借りて宿泊しながら。まあ、ただ日本みたいにそういう日帰り温泉みたいのがあんまないからね。そこがね、ちょっと大変かなと思うけど、ね、まあキャンプ場に行けばどうにか有料のシャワーがあるのかな。キャンプ場は、水とか電気は置いてるんだけど、シャワーもね、シャワーは置いてないかもしれない。まあ、まあ場所によると思いますけど。夏だったらね、うん、海行ってシャワー浴びればいいけどね。まあ、最悪海です。ね、風呂浴びるではないけどね。まあシャンプー使って怒られるけど、まあ海水で洗えばね。あ、でもむちゃむちゃするね。それ厳しいね。あ、でも新しい旅のスタイルでね。まあね、風呂入りにの安いゲストハウスに泊まるっていうのもありなのかなと思って。でも面白い旅でした。ということで、今回はどちら行かれました？
今回、ああ。はい、話変わりますけど、急に。2月の上旬ぐらいに、はい。スノボーしに、ちょっと行ってたんで。お、スノボー、はいはい、どこに行ったんですか？白馬。白馬、はい、お白馬、長野だ。うん。お、長野どこのスキー場？長野の、五竜、白馬の五竜。ああ、マジで。はい。ですね、自分昔働いたことあります。白馬。あ、何年ぐらい前ですか？もう、二十歳の頃だから28年前ですね。一応ま、がっつり働いてたわっていうわけじゃなくて、その時神奈川の方で工場で働いてて、ちょっと自分の友達が、そこ働いてたんで、年末年始。おお。暇だったら、手伝いに来ないか。あっちは書き入れ時で。はいはい、そうですよね。で、工場はもう10日ぐらい休みなんで、じゃその間に、まあ、飯付きでよ。で、交通の往復代作ろうっていうし。日給安いけど、空いた時間スノボ滑れるよって言ったんで。まあ、ね、遊びながらちょっと手伝いして、ご飯も無料で食べれるって最高だから、っていうことで行って、そう。なんてかな、五竜のスキー場の飯森ゲレンデってところに、シェーンバルトっていうペンションがあって、そこ宿泊施設ペンションで、昼間はスキー場の中にあるんで、はいはいはい、そこでランチメニュー出したりとかしてて。あ、はいはい、でも今はちょっとね、そのホテルはもう廃業な、ね、今ないんだけど、そう、ごめんなさい、話が。布団畳んだりとか。あ、そう、布団畳むのはまた別の人がやって、自分たちはもう大体、レストランで、ウェイターとかいう感じ、皿洗ったり、ね、料理出したり、ね、お酒出したりっていう感じの。もうめっちゃ楽しかった。ああ、いいですよね。はい、で、五竜っていうことは、じゃあこれは、東京から。あ、自分東京から行って、車で。スキーの、なんか、バスツアーみたいなやつがあるんですよ。ああ、うん、バスツアーだ。高速バスに、そう。なんかスキー場のリフト券付きとか。そうそう、リフト券とか、うん、まあね、レンタルのウェアとか付きの。ウェアも付いてる。まあ、オプションでね。オプションである。これは、あっちで何泊？夜発のやつだったから、うん、夜発で、まあ、次の日の夕方、あ、夜に帰ってくるみたいな。日帰り？まあ、日帰りみたいな。いやー、やるね。なかなかやるね。うん、まあ。でも、あれなんですよ。白馬までって、結構かかるよね。6時間か7時間ぐらいかかるよね。片道。うん。バス。なんか行きは結構かかって、帰りはでも、そんなでもなかったですよ。5時間くらいかな。でも夜10時発で、朝何時ぐらい？もう。あ、夜が11時に発で、うん、朝6時着かな。あ、だいたい、そっか、7時間。そうだね。かかるね。そっか。で、ちなみに、この、東京から往復のバスと、うん、このスキーの、ね、まあ、リフト券。うん。あと、ウェア、ボードも借り。あ、ボードも借りて。これ、で、トータルいくらだったんですか？そのセット代金で多分1万5千。あ、1万5千で、うん、全部レンタルも込み？レンタル込みで、プラス、なんか現地で、うん、何？壊したりした時のなんか面積代みたいな、なんかあれで。うん。それで1000円とかそんぐらい取られたかな。あ、でも1万6000円で。まあそんぐらいで。あ、安いね。往復のバスもついてるんだよね。あ、そうですね。レンタルもついて。うん。めちゃくちゃいいな。1万6000円で行けるってめちゃくちゃいいね。結構、ね。そんなに高くない。でもまあハードだよね。バスもほぼリクライニングできない状態で。ああ。いや、リクライニング、まあちょっとは、うん、できますよ。まあ旅慣れてたらね、どこでも寝れるからね。うん、ちょっと神経質な人は大変かもしれないけど、うん、あ、そっか、そうだね。確かに、昔、俺も行ったな、ツアーで。はい、日帰りの。結構、東京とかいいんですよ、こういう日帰りで、ね、夜11時発、朝6時着いて、スノーをして、うん、だいたい4時ぐらい、夕方4時ぐらい発。そうですね、4時ぐらい。4時、5時ぐらいで。でまあ、新宿、東京着くのは何時ぐらいですか、うん、9時半とか。9時半ぐらい。あ、うん、夜着くから、なるほどね。まあ、丸1日だね。うんうん。もう20何時間か。でもこれで全部込みで1万6000円だったらね。うん、保険料も込みだったらめちゃくちゃ安いね。ああ、いいな、行きたいな。本当はなんか新幹線とかで行こうかなとかも思ってたんだけど。うん、あ、なんかガーラ湯沢だった。あ、そうだ、新幹線通ってるところだったね。新幹線の駅がゲレンデになってるんだよね。うん。そのすぐ滑れるってね。そこだったらね、うん、まあ、気軽にその日の朝から行って、ああ、1時間ちょいぐらいでね。
あ、そっかそっか。駅ついてまたやってるから。でも、雪質で考えたら白馬よね。白馬、はい、うん、ちょっと、自分も十何年ぶりかな。20年近くはならないけど、うん、ぶりだったから、ちょっと行ってみたいなと思って。そうなんですよ。この白馬の五竜って、あの、五竜スキー場っていうのが、山の西側、左側にあって、これ右側にまた白馬47っていうスキー場が2つ繋がってて、これが同じリフト圏で両方行けて、うんうん、めっちゃ広いよね。広いですよね。もう一つの山でも広いね、もう一つ山あるから、そう、めっちゃ広いんですよ。一日で全部回ろうって言ったら、結構大変なぐらいね、あそこね、たまに迷うよね。うん、なんか、あの、例えば、五竜のゲレンデが、飯盛ゲレンデと東海ゲレンデだったかな、あのゴンドラがあるところがあるんですけど、うん、で、そこに47とか行って帰りたいけど、なぜかわかんない気がついたら47の下のゲレンデに戻ってて、とか、うん、で、また上までリフトとか使って行って、乗り継いでってね。で、また道間違えたらまた同じ場所に戻ってきて、帰れないっていうね、半分泣きそうになったりするけどね。一歩間違ったらなんか上級者コースみたいな。そうそうそう、めっちゃ急角度で、なんだこれみたいなね、うん、やべえってなるよね。あ、でもいいね。そうそう。それぐらいでかいんですよ。もう本当に。うん、あの広さはやばいよね。ああ。まあ、方位地震は使えるけどね。本当に、ね、もう看板見ながらね、どこどこ行ってとかね。そうですよね。でも、天候どうでした？雪も結構ありました。あ、雪はもう、あれで結構積もってて。あと、天気も晴れてたから。ああ。うん。景色も超良かったです。ね。もうね、スキー場といえばね、あれなんですよ。ご飯なんですよ。ね、うんうん、ね、ご飯は、ご飯、うん、まあ、ご飯はね、一応食べたんですけど、まあ、カレーかな、カレーとビールかな。まあまあ、うん、ビールね、そう、あのね、ビールがうまいんだよ。もう、あの、寒い中戻ってきて、あったかい室内で、うんうん、で、とりあえずご飯頼んでビール飲んだら、もう今日これでいいかなと思うんだよね。うん、午後行かんこうかなと思うけど、ね。出たくなくなる、ね。もう一杯ビール飲もうかなと思って。うん、でも、そこで飲んだらもう終わるんだよね。うん、一応頑張って寒いけど、もう一回滑りに行ったらまた面白いから楽しめるって感じで。うん、そうそう。スキー場のマジックね。また、あの、そこで食べるアイスがうまいんですよ。寒いけど。うん、めっちゃうまいし。いや、スキー、スノボして。そうで、昔の話なんだけど、この、ちょうど、その年末年始も、その、あの、白馬の五竜で過ごしたんだけど、この、ペンションが、あれなんですよ、うん、この、東海ゲレンデっていうゲレンデの、ちょっと、中の方にあって、はいはい、目の前ゲレンデなんですよ。うんで、大体、まあ、夕方5時に営業終わって、はいはい、で、片付け終わって、大体夜なって、7時、8時ぐらいかな。あの、ピステって言って、風筒剤みたいなやつで、雪を圧縮するんですね。はい、ああ、圧縮するような。圧雪、圧雪、圧雪だ、圧雪、うん。圧雪をした、するんだけど、だいたいもう、夜9時過ぎにはもういなくなって、うんうん、もうめっちゃ静かなんですよ、うんで。ちょうど仕事終わるのも終わって、ご飯食べて9時過ぎ、もうそこはもう自由時間なんだけど、うんうん、たまに、あの、雪降ってる時があるから、うんうんうん、あの、ね、お風呂も入って、ちょっと厚着して、うんうん、あの、もう宿の方に、あの、缶コーヒー売ってるから、あったかいの買って、はいはいはい。まあね、まあ、ジョージあたりの缶コーヒー買って、外出るわけですよ。あしたら、もう真っ暗で、うんうん、で、もう本当にゲレンデ、雪がめっちゃ、なんていうの、しんしんと降るっていう感じがわかるんですよ、うんうん。しんしんと降るんですよ。言わないけど、雰囲気しんしんと降るんですよ。で、めっちゃ静かなんですよ。うんうん、で、なんていうかな、もう耳鳴りするぐらい静かで、で、めっちゃしんしんと降って、で、ね、沖縄だから雪って憧れさ、うんうん、で、ね、もうこれの、もう異次元の世界っていうの、うん、もう超楽しくて、もう思わずにやけてくるんですよ、うん。で、超楽しいと思って見てるんだけど、10分したら鼻水出てきて、やっぱ寒いから、帰ろうって言っても帰るんだけど、うん、で、そこの、あの、うん、年越しがすごく良くて。ああ、はいはい。なんか、あの、その、大晦日、あの、まあ、カウントダウン終わった後、普通はみんな寝てる時間だけど、うん、みんな近くの、あの、お寺に出かけるんですよね。はいはい、おー、はい。じゃ、とりあえず、みんな、明けましておめでとうございます。じゃあ、寺行くか、みたいな、うんうん。まあ、従業員の人も一緒に。あと、うん、たまにお客さんもいたら一緒に行く、って、まあ、あの、長靴、はいはいはい。行って、まあ雪もめっちゃ積もってるから、はいはい。で、まあ夜12時過ぎに行って、で、寺に行ったら、
もうだいたい15分ぐらいかな、雪道歩いて。したらもう結構やっぱ地元の人も集まって、うん、すごい賑わってるんですね。もう普段は全然人いないんだけど、うん。で、そこ行ったら中に入って、座ったらなんか甘酒と、はいはい。ゆず大根出してくれるんですよ、無料で。うん、で、これでも明けましておめでとうございますって周りの人に挨拶しながら、甘酒飲んで、めっちゃあったかいんですよね。甘いけどめっちゃあったかくて。では、出されるゆず大根がめっちゃうまいんですよ、手作りで。うん、超美味しくて、もうゆず大根食べて、みたいな。で、もう、じゃあ今年もよろしくお願いしますって言って、お賽銭に入れて。っていう感じは年越しが。もう、ほんと沖縄では全くない年越しで、超楽しくて。で、もう超、あれがすごい。よかったですね、神奈川で一人で年越し。そうそうそう。ね、結局一人いたらさ、食費もかかるし、ね、どっかね、ずっとね、10日間も出ないわけにもいかないさ、うん、外出たらお金かかるし、うん、だったら、そう、しかも、うん、食べ物うまいんすよ。ご飯もうまいけど、何が一番うまいかって、野沢菜。野沢菜。もう今の、もう本当にもうローマ字で読みたいぐらいの野沢菜。まあどうでもいいんだけど。野沢菜じゃないですか。そうそう、野沢菜みたいな。野沢菜みたいな。本当に美味しくて、で、聞いたら、だいたい秋の時点で、めっちゃ野沢菜をつけるらしいんですよ。で、なんかな、うん、めっちゃでっかい樽っていうかもうあって、何リットルかな、もう30リットルぐらい入るようなやつが、もう30個ぐらい倉庫に置いてあって、夏、もう秋のつけて、で、これから出すんですよ。はいはい、で、たまに、漬物、野沢取ってきて、つって、まあ、ちょっとね、もう倉庫行くけど、倉庫も周り雪が積もってて、うんうんうん、昔の建物の地下1階にあるんだけど、1階の部分、1階は全部雪埋まってるから、うんうん、ほぼ冷蔵庫なんですよ。チルド状態なんですよ。うんうん、そこ行って寒いけど、そこでも野沢菜取って持って行って。で、自分たちも たくさん食べていいんですよ。もうたくさんあるから、うん。めっちゃ美味しくて、もうご飯もまかないでるけど、俺ご飯と味噌汁と野沢菜だけ食べてて、もうこれで十分っていうぐらい美味しくて、うん、ご飯もご飯泥棒飯泥棒で。でもあっちの料理長が、お前ちゃんとおかずも食べれって言って、なんかまず俺には野沢菜出されないんですよ。で、とりあえず、おかず食べたら野沢菜出すっていう、なんか、ね、お子ちゃんも状態みたいな感じで、うん。そんなに食ってたんですね。そうそう。めっちゃうまい。で、それで、うん、そこの、オーナーさんが、まさひろさんって言って、で、まさひろさんにお願いして、ちょっとこれ、野沢菜買って、実家に送りたい。ちょっと母ちゃんも好きだから送りたいって言ったら、うん、愛をあげるよって言って、たくさんあるから持っていけ、みたいな、うん。え、いいんすかって言って。もう、じゃあ、お言葉名前で言って10キロもらって、これを、もう、チルドで送って、チルドっていうのをなんかそうそう、送って、うん、そしたらめっちゃ母ちゃんも喜んで、なんか代わりに何、なんか、いくらなのって言ったら、いや、もう無料でいいって言ったら、じゃあ、こっちからなんか代わりに送りたいって言って、うん、で、その、まさひろさんオーナーなんですけど、めっちゃお酒好きなんですよ。じゃあ、青森送って、つって。そういえば、青森で、まさひろってあるよね。って。うわ、同じ名前だけど、これ送ったら喜ぶんじゃないかなと思って、これをちょっと多めに送った後、なんか酒のあても送って、つって。ってやったら、めっちゃ、まさひろさん喜んで、おい、もっと送れみたいな。マジっすかってまた10キロ送ったら、高橋も喜んで、もう酒のあてとかさ、うん、もうめっちゃなんか、そう、一緒に送ってくれて、そう、そう、そこでなんか、チラが送ってから。ああ、はいはいはい。これなんかこれはみたいな。豚の顔の。なかなかいいの来るなと思って。あ、これはね、そのまま切って食べてもいいし、まあね、酢味噌で焼いてもいいし、辛いりしても美味しいよ、つって。で、みんなで、やばいねこれ、豚の顔で遊んで。そうそう。結構、なんか面白かったなと思って。そう、なんかなかなかね、沖縄、ね、なかなかないからね。ね、ないですからね。でも本当に美味しくて、帰りも、もう、本当に、まあ、明日から、二日後も仕事始まるから、じゃあ今日帰りますって昼間、うんうん、じゃあもう持っていけって、俺もなんかまた、もう発泡してるように、野沢菜持って行っていいよって言ったけど、もう一人暮らしだし、冷蔵庫ちっちゃいから、でも10キロもらって、10キロ持って、電車で帰ってみたいな感じで。もうしばらくもう冷凍とあれして、もうずっと野沢菜。うん。超最高。スーパーで売ってるじゃないよ、この。いや、ね、違うんだよ。手作りはもうやばいんだよ。はい、もう全然違う。もう超美味しい。そう、野沢菜な。本当に美味しかった。もう本当にもう その思い出が。あと、まあ、おやきとかもね、あるんだけど。ああ、おやき。おやきもね、うん、まあね、昔のっていう肉まんみたいな感じね。うん、はい。もうとにかく食べ物美味しくて。うん、また、ちょっと休みの日っていうか、ちょっと帰りながら、まあ、ちょっと、まあ、オリンピックの後とかもあったんで、結構外人さんも多くて。あ、オリンピックの後だったんですか。うん。まあもう全然、あと、そのオリンピック後の何年後かな。ああ、
4、5年後とかそういう感じで、ね、一応まだ外人さんもいて。向こうでオリンピックやってましたから。そうそうそう。で、結構、その、そこ白馬ですね。うん。白馬です、ね、で、そこになんか、おしゃれなカフェとかあるんですよ。なんか、信州長野の使ったなんか、丸ごとリンゴパイとかなんかもさ、めっちゃうまいわさ、高いけどね。うん。で、あとまた近くに、あの、八方尾根だったかな。あって、そこに、はいはい、八方尾。スキー場のジャンプ台があるんですよ。うん、あれ、見たことある?見たことない、見たことない。あれ、えげつないよ。あ, あれ、死ぬよ、普通に。もう、やばいんすよ、目の前行ったら。でかいんすよ。てか、これ、飛ぶのみたいな、うんうん。これ、自殺行為でしょ、ぐらいな感じで。それ本当に。なんかテレビで見てるだけでも、俺、こんなのあれ、めっちゃやばい。うん、で、なんか、聞いた話によると、これなんか、まあ、あまり、思ってたって話はしないけど、この、作ってる途中で、はい、まあ、出来上がる前に、高校生がそれで飛んだらしくて、はいはい、なんか亡くなったとか話聞いて。なんか、やっぱりなんか飛んでみたいみたいな。でも、あれ本当にやばい。めちゃくちゃでかい。で、本当にあれ見て、あのね、原田、なんでよって思うけど、うん、違う、あれ無理よ。あれ飛ぶ人すごいよ。飛ぶだけでやばいよ。ね、ああ、もう、あれ、ありえない。なんで飛べないとか言うけど、違う違う、無理無理無理みたいな。マジでそれぐらいでかい。うん、もう、あれはすごいよ。ね、サラちゃんとかね。うん、はい、あんね、もう、あのね、可愛らしい女の子がね、あんな飛ぶとかさ。うん、あれは、本当に目の前にしたら、マジでやばい。すごい、もう、尊敬するっていうか、マジでやばいっす。あ、ごめんなさい、話が出す。はい。そう、もう、そう。で、白馬、そうだね。見たかったな、結構、うん、白馬、いいね。でも、あの、47とかあるよね。なんか、トンネルみたいなコースもあったりするよね。トンネルっぽい。ああ、なんか、ね、なんか上がコースがあって、はいはい、その下をまたトンネルみたいな通るとか、結構面白いんですよ。本当になんかちょっと地図見ながら行かんと、うん、今どこにいるのとか、なって、それぐらいでかくて面白いんだよね。そうですね。一日で、やっぱ、本当は一泊ぐらいして、まあ本当はそうだね。一泊して、なんかただ夜は、まあホテルで食べてもいいけど、まああえて素泊まりにして、夜は近くの居酒屋あたり行って、ね。そこの地のものと、あのね、お酒ね。あっちも米とかもあるんで、結構お酒も美味しい日本酒あるから、それ食べる、ね、飲みながらっていうのもいいかもしれない。ね、楽しみたかったですけど。日帰りですぐ帰っちゃう。いや、まあまあ、日程があるからね。うん。そうなんだよね。そうそう。最近、スノボしてなかったんだけど、ちょうどコロナの時期に、ちょっと、もう明けぐらいかな、時に、あの、ちょっと知り合いが北海道いたんで、北海道に遊びに行ったんですよ。で、十、うん、何年かぶりに、もうスノボして、うんうんうん、なんか、ちょうど大阪、あ、札幌市内にある、ちょっとまあ、そんな大きくないけど、バンケーっていうところ行って、うんうん、結構あるんですよね。で、そこ行ってやってたけど、もうね、まあ、初め、ね、十何年かぶりだから、滑るのか、ちょっとあんまり感覚つけなかったけど、本当に何本か滑ったら、感覚つかめて滑れるようになったけど、うん、だから昔なんかグラトリってやつ、グラウンドトリックって言って、滑りながらちょっと半回転したりとか、うん、板をそばにして、ショービットっていうか、そういう感じしながら、ちょっとやると、うまく見える。あんまり難しくないけど、うまく見える風みたいな、を昔よくやってて、はいはい、で、これをやったりとかして、で、まあ、3ってサブ6って1回転だけ回るやつがあって、これもやったりとかしたけど、やろうと思ったら全然回らない。なんていうの、めっちゃ太って、前より。あ、体重くて。はいはい。回ったつもりだけど、回れ、なんかね、わかる、タイムラグっていうの、タイムラグっていうか、頭と体がついていけない。うんうん、例えばなんか、子供のね、運動会で、父兄参加の、リレーがあって、よく足から回りしてコロンとお父さんとか言ってもう、ね、あの感じよね。もう昔の感覚で走ってるけど、ね、うん、体は前に行ってるけど、足が追いつかなくて、で、転ぶっていうね。そんな感覚。で、これで、あ、やべえ。もうダメだ。なんできなくなってると思って。そう、ちょっとショック受けて、あ、ちょっと痩せんとなと思いながら、思ったけど、したけど。でもね、やっぱり、なんていうのかな、あの、真っ白の、雪の中、ゲレンデを、ただ走る、滑るだけでもね。うん。すごい気持ちいいね。もう沖縄ではないからね。うん。もうあの感覚ね。寒いけど、滑ってたら暖かくなるしね。あ、結構ね。うん。あったまってまって。そう。体も筋肉痛になるぐらいね。翌日やばいよね。やばいですよね。結構、ね。なんか、足が筋肉痛わかるんです。だけどなんかわからんけど、腕とか肩まで筋肉痛、全身筋肉痛になってるわけ、うん。なんで腕も筋肉痛よって思いながら。うん、
多分全身に力入ってるのかな。ね、多分そうなんですよね。ね、もう全身筋肉痛で次の日のロボット状態なんですよ、本当に。那覇マラソンの後みたいな感じでね、うん、本当にもう。でも、あれは楽しいね。楽しいですね、たまには。ああ、なんか話聞いたら行きたくなったな。久しぶりに白馬。行きたいな。いやー、でもいいね。ちょっと、今シーズンはまだちょっと厳しいけど、まだ来シーズン。ああ、来シーズン行きたいですね、そうね。うん。で、結構、夏、あるんです。夏場は、登山もしてるんですよ。結構、北アルプスとかね、行ったりしてるから、うん、ちょっと、時間合わせた行こう落ちたけど、ね、今年や去年は行けなかったから。うん、今シーズンできればね、合わせて、ね、行きたいですね。ちょっとまあ、俺初心者なんで、初心者でも行けるよ。いや、初心者もない、もう歩くだけだ。まあ、一番ね、まあ、山小屋に泊まってとかでもいいしね。うん、まあまあ、死なない程度で。うん、ね、それができたらまたその話をしていったら面白いかなと思うんで。うん、いいね。また、ちょっと力、しばらくまた行く予定はあるの？いや、ないですね、しばらくは。あ、そうか、そうか。まあ、でも、ね、気が向いた時にね。まあね、気軽にパッてね、うんうん、行けるのいいよね。ああ、いいね。とこれ、いや、久しぶりになんかめっちゃ滑りたくなって、一応ね、沖縄だけど、ね、内地行ったりとか、うん、まあ、昔スキー場で働いたりとかしたんで、一応意外に、一応少しは滑れるんで、うん、はい、でも楽しいよね、スノボね。ねえ、たまにやるとやっぱり、こう、あの時の思い出っていうか、あの頃。ああ、ねえ、あるんだよな、超楽しいんだよね。ということで、今日ナンクル旅トーク、うん、今週もお送りしてきたんですけど、長野ね、いいね。うん。今度一緒に行きましょう。ね、今度行こう。うん、よく車で行ってたんですよ。昔、沖縄から持って行って、沖縄ナンバーの軽バン、サンバーって軽バンにスタッドレス入れて、で、4人で乗って行ってたんだけど、たまに上り坂止まるじゃないですか。車、タイヤスピンして進まないんですよ。したら、降りれーっつって、押せーっつって、押して動いたら、上で待っとくからよっつって、上に行って、で、上で待って、で、友達が歩いてきて、結構乗っけていくとか、そういう感じで。そう。行っても、そういうの言ってましたね。一回コンビニで入ったら、なんか、あっちの、あの車、お宅のですかって言われて、はい、そうですよって、沖縄から来たんですかって、はい、って言ったら、沖縄って陸続きなんだって、いや、違う。そうなんですよ。って、いや、これは船で運んだよ、みたいな感じで。もう冗談かなと思ったけど、そういう話もあったりして、そう、結構楽しかったですね。今度はじゃあ、ね、やっぱ車で行きましょう。と、うん、いうことで、また来週もよろしくお願いいたします。ということで、今週もバイバーイ。ありがとう。